皆さん、こんにちは。メルムです。今日のテーマは、芸能界を超えてファッション界でも影響力があるカリスマ性韓国アイドルベスト4です。では早速、始めましょう。一人目は、ブラックピンク、ロゼです。ロゼはデビュー当初から自分のインスタグラムにアップした私服ファッションと、出国する時の空港ファッションがいつも話題になり、服装がおしゃれな女性アイドルランキングではいつも上位にランクインしていて、そんなロゼのファッションを見てすごく気に入ったサンノランのデザイナーは、1年間7国ラブコールを送った結果説得に成功し、ロゼが韓国人初、サンノランを代表するサンノランのグローバルエンバサダーに選ばれて、その後いろんなエンバサダーがいる中でも、特にロゼが大好きだったサンノランのデザイナーは、サンノラン公式ホームページのメインと公式 SNS にロゼの写真とキャンペーン映像をアップし、世界中にあるサンノラン売り場の壁にはロゼの写真が装飾されていたり、世界的に莫大な関心と期待を受けているそうです。2人目はエクソ・カイです。カイは人間グッチと呼ばれていて、グッチが大好きでよく着ていると有名だそうですが、グッチはブレンドの特性上、製品にロゴがとても多いので、一歩間違えるとダサくなってしまうことあり、むしろ批判されている芸能人もとても多いですが、カイはどれだけロゴが多くても、高級感があふれ、かっこよく素敵に着こなすので、多くの人たちがカイが着ていたグッチの製品を真似して購入し、完売した製品がとても多いそうです。だからか、カイは2019年からグッチのデザイナーに、全世界的にグッチを代表するグッチのグローバルエンバサダーに選ばれましたが、これは韓国男性初だそうです。3人目はブラックピンク、ジェニーです。ジェニーは人間シャネルと呼ばれていて、シャネルが大好きでよく着ていると有名だそうですが、シャネルの製品はほとんどクラシックでオールドな感じで、ジェニーのような幼い子が日常で着るにはとても派手な感じがありますが、ジェニーはシャネルだけではなく他のブランドの製品とミックスしつつ、シャネルをもっと引き立たせながら、全体的に派手すぎず若者な感じですごく上手に着こなし、舞台でもシャネルの高級感をあまりにもうまく表現することから、シャネルのそのものとココジェニというあだ名ができたそうです。そしてジェニーのシャネルファッションは韓国女性の間でジェニー力がすごく流行し、たくさんのファッション通販サイトでシャネルスタイルの製品を販売し始め、ジェニーは2018年からシャネルのデザイナーに、全世界的シャネルを代表するシャネルのグローバルエンバサダーに選ばれたそうです。4人目はビッグバン、ジドラゴンです。ジドラゴンは韓国ファッション界の代名詞と呼ばれていて、韓国ではもちろん世界中のファッション界に莫大な影響力を与えているスーパースターですが、現在世界中のファッション界でジドラゴンのレベルがどのぐらいなのかというと、アシア人初地盤市のミュージュに選ばれたそうですが、ジドラゴンが選ばれる前のミュージュは40年間踊れっぱんで、現在はアリアナグランデだそうです。シャネルショーにアシアジナチェ招待を受け、その後も毎年シャネルショーにメインモデルとして出席し、現在ジェニーと共にシャネルのグローバルエンバサダーだそうです。そしてハリウッドスーパースターにも決して協賛しないシャネルが、ジドラゴンにはどうか来てほしいと条件なしで無限大協賛しているそうですが、ディオールとルイ・ヴィトンはなぜシャネルしか着ないのかとジドラゴンに抗議したそうです。サンノランショーでアシアジナチェ招待を受け、サンノランデザイナーがコレクションの多くをショーで公開する前、ジドラゴンにプレゼントをし、全世界で初めてジドラゴンが来たそうです。韓国人初ルイ・ヴィトンから協賛を受けたそうです。韓国人初クロマツから協賛を受け、新製品が出るたびにいつもジドラゴンにプレゼントをし、ジドラゴンがクロマツ売り場に訪問した時には、誰も入ってこないように売り場のドアを閉めたそうです。これ以外にも、ディオール、グッチ、バーバリー、プラダ、バイマン、톰브라운、トムフォード、リゴエンス、バレンシアガ、ベトモンなど、たくさんの高級ブランドからプレゼントと協賛を継続的に受けていて、毎年たくさんのファッションショーにメインとして参加しながら、アシアに広報したければジドラゴンに着せたらいい、という言葉があるというと、ファッション界でジドラゴンのレベルは半端じゃなく、世界中のみんなに認められているそうです。今日は芸能界を超えてファッション界でも影響力がある韓国アイドルについて調べてみましたが、面白かったらチャンネル登録といいねお願いします。
では次の動画で会いましょう。またねー。